毎度おなじみ中尾の朝ごはんです。撮影に向かう時に朝、時間がなかったのでサクッと食べてまいりました。ご飯結構炊きたてで美味しかったです。海苔3枚なんですね。これ中尾の特別仕様の海苔なんでしょうね、これね。海苔で巻いて食べまして、もう時間がなかったので多分目玉焼きよりね、生卵の方が出るのも早いし食べるのも早いだろうということで、卵かけ、ご飯にいたしました。でもこれ250円でね、もうご飯も卵も味噌汁もについてありがたい話ですね。でこの頃なんかタケノコが入ってるんですよ。これ3枚も入っておりました。またねこんなん揚げてると、もう普通のチェーン店ばっかりで面白くないっておもんないって言って書かれそうなんですが、まあすいません、毎日食べたものを単純にアップしている1分から2分の動画、ということでございますので、こんな日も、ありますと。でタケノコが美味しかったです。これおかずになりますね。なんか、卵しかおかずがないので、で、なんかこんな、やつがおいこれ貼りまして、当たりました。卵が当たりましたので次回また使おうと思っております。チャンネル登録こんなものでよろしければ、よろしくお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。